いきます。じゃあ再生パン。ピアノおもろい。うん、そう、今レッスン室に向かっているところ。はい、後日ですね。書店に少し寄って。はい、学理。うわ、人多い。人多いな。そうだね、そのくらいにも着くかな。今日は一人。うん、二人で予約入ってるんだ。うん、おう、始まりました。メンデルスゾーン。お、メンデルスゾーン。クラシック。なんかクールですね、みことは常に。ああ。いいね、発声。ああ。あ、お疲れ様です。うん。お疲れ様。早いね。はい。嬉しそう。頭で打ち合わせ入るって聞いたので、レッスン時間削れちゃうなって思って。うんうん、あ、真面目やな。使ってください。二人とも。私、あっちでストレッチしてますから。そう。でも私もストレッチから入ろうかな。こんな感じない、アイドルってなんかストレッチしてんだよな、はい、練習してんだよ。うん、あ、メトロノーム、電子のメトロノーム。ストレッチ、メトロノームに合わせてやんの。出た、業務用のエアコン。でかいね。プロデューサーの足音も今さっきまでのメトロノームと同じようなテンポやったな。サク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 って。なんや今の。お疲れ様です、うん、どうしたの急に。何、お、素晴らしい。あー、なんか自分のことのように嬉しい。あんやん。いや、あんねん、マネージャーがいいお話ありますみたいな入りあんねん。大人数の息。うん、ストレッチは十分だね。うん、少しずつ体を温めていこうか。おう、ダンサー、おう、バックダンサーでもどう。バックダンサーさんですか。あ、びっくりしてる。へー、あ、すごいことなんですね、これって。バックダンサーが作って。基礎のセットから。ミコトはすごい冷静に。ワン、ツー、スリー、フォー。うん。いいね、いい音、いい音。なんか BGM 怖いねんな。何この不穏な BGM。いやいや。不気味やねん、ちょっと。豪華なステージになりそう。嬉しそうや、ミコト。え、あ、やっぱミコトはちょっと前にやってた感じ。うちの木目もこんな感じ。誰だろう。そうなの、知人ダンサー。何、知人ダンサーって変な名前。もちろん、もしかしてサビのところ。さすがミコト。ニチカどうした、疎外感。いで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 、武漢さんはぜひ出てくるんだけど、どうかな、うん、2人でやりたいですみたいな。面白いと思うけど。やっぱバックダンサーがいるのはステータスなんですか。はい、すごいですね。にちかほんま嫌なんか。2人でやりたい。まあ例えば霜降り明星の漫才で後ろでな、バック芸人があのガヤ入れるとか言ったら絶対断りますけどね。そんな感じ。きつくて。
どんな日課かな。問題ないですよ、全然。何を考えてんの、日課。だけど全体的に振りの調整が必要になるんじゃない。そのあたりはどうなるの。ただまあ時間がないと、ああそんな感じだ。へえ、バックダンサーもプロですからね、ダンストレーナー。うん、うん、まあまあたまにはやっていいんちゃうかみたいなこと、一回やってみるみたいな。はい、日か。フェッテ、何ですか、フェッテって。グミの新商品、フェッテ。パスタの種類、三角のパスタ、フェッテ。どういうのやねフェッテって。いいと思う、全然問題ないよ。日か、どうしたの、浮かへん顔して。水飲もう。水飲もう。なんやねん、黙って飲めや。なんやねん、日か。広いね、ここの建物。どうしたん？マジで。めっちゃ長時間やってる感じ、これだと遅れる。ピンポンポンポンピン、ワン、ツー、スリー、フォー、頑張ってる。お、なんか、うわー、急に。やっぱー、こんなんでテレビ出ちゃうの、ほんと終わってるよね。あ、また悪口言ってんのかお前。んハスキー、そう、ハズキってあれやっけ、あのマネージャーみたいな。めちゃめちゃ最悪じゃんこのユニット。盆踊りじゃない。めっちゃ嫌なこと言うやん、盆踊りやんけあんなもん言うてな。日本人ってダンスが根本的にダメなのかな。まあ家やったらそんなの言うか。ハズキでも可愛いもんね、メンバー超仲いいし、そういうのみんな好きだもんな。どの世界でもそうよ。あ、ちょっとお姉ちゃん、あ、勝手にチャンネル変えるのやめてよ。俺の持ってた人じゃないか。嫌なんじゃないの。あれお姉ちゃん、嫌っていうか、ツピツツピツ、イントロからの動線を変えて、アイドンワナダイ始まるんか。フェードインでつくてつくピッツッピッ、アイドンワナダイ始まるんか思ったわ。銀杏のシャニマスを好きで見る相当みたいな、シャニマスを好きで見る相当、銀杏ボーイズが好きな相って被ってないか。奇跡の人間じゃ、俺しかわからんツッコミした今。後ろついてるダンサーさんもかわいそうだよね。そんなん言うんや。だからアイドンワナで始まる。もう一回見て。あ、もう時間です。あ、時間。混んでるスタジオ。観葉植物置くなよダンススタジオに。邪魔やな。うわ、びっくりした。え、どうした、どうした、どうした、日花。お姉ちゃんにはわかんないか。なになに、どうした。こういうの好きな人たちにはちょっと難しいかもね、私たちの求めてるレベルって。どうした、どうした、日花。
どうしたの？なんかかわいそう。何何何？いろいろ思い出しても。またなってる。あ、自動演奏ですか？自動演奏。はいはい。かな。あるよ。これは尊の回想。今のは上手ね。お、日かも。練習しとる。こういうの好きな人たちにはちょっと難しいかもね。言うてたな。私たちの求めてるレベルって。言うてた言うてた。ミコトさんとダンサーさんのレベル。なるほど。自分で言ってて自分はついていけてないと感じている、うん、やばい。時間ないよ、ライブまで。今日は歌もダンスもないし、この時間に準備できるものがないから。深夜番組の時？やばい。やばい。何を焦ってんの、そんな。いい加減。終わるから。虫のテンポもそう聞こえる。ピンポンポンポン、ピンポンポンポン、そう聞こえる。え？なんか、日か、病んでんな。病んでる病んでる。ちょっとね、僕初心者なんで、あんまちょっとついていかねえんねんな。一気に見なあかんな、これ。だから、これから解決されていくんですかね。あの時のこれは、これで、みたいな。じゃあ、第3話いきます。いきます。再生。はい、イエーね。ライブにバックダンサーがつくと。段取りを少し手伝っただけです。で、時間ないからみんなで練習してますわ。知人ダンサー。あ、やっぱミコトスがすごいんや。日川はコンプレックスに感じているのか。はい。お、はい。2人入ってバックダンサーで全員で練習。よろしくお願いします。ええ、OK。 急にブンブン。あ、こんなとこ飲みに来るんだよ。乾杯。ブンブンキン。何、ここはどこ。知人男性1。なんかそういう飲み会。どうかな。アイドルと飲めるんやな、うん、私はいいや。真面目だな。何人おんねんおい。え、9人ぐらいの飲み会今。結構受けたぞ。すごいの、ね、現場でも。ダンスが得意なアイドル。いいですね。何のシーンや今のは。日か。次は日か。大丈夫か日か。うん。バイト、それから始まってたな、最初の。バイトしなあかんねや、まだ。すみません。それか、これは昔の話か。いや、でも、多分この時よな。え、そんな儲からんの。昼の情報番組も出てでしょ。アイドルやってで、バックダンサーもついて、ライブあって、フェスとか出るんでしょ。で、バイトしてんの。
せちがらいね。うん。行き上がって。いや、しんどいよな、ダンスってな。ヘッドヘッドなるで。日間大丈夫か。うん。みことには見てもらう。日間。みことさんは。うん。バイト先の先輩。みことさんはどう思ったんだろう。ほう。何の時？チャラいとこで飲んでんな。あ、なんかそういうグループ、ダンスとか歌とか音楽スクールみたいなの仲間。あの先生、今のやつどうでしたか。私、はい先生、最初だからね。くう、そうか。あ、ちょっとやんじゃうよ、日花が。なんで何も言ってくれないんだろう。はあ、はあ。そう、そこは無理に体をひねらなくていいから。うん、だってやばいじゃないですか、私。はあ、めっちゃくちゃ一番。それ自分で分かってんねや。あ、あ、言うてもうた。 あるある。え、すごい DJ が来るよ。いい音浴びよう、きっしょい先輩。ライブハウスでいい音浴びよう。お前いい耳持ってへんやろ、お前。何こいつ。行くん、ここ結婚。知事な説。ほんまに大所帯で飲んでるやん。すごい ね。今日のメイン役とってどうなの。あ、これもなんかショーというかライブなんや。ライブハウスか。きっちょ。3年後のメインストリームなんか。日花も誘われてんのこれってこと。ライブハウス、ね、入られんかったんかい、日花は。へえ、そうなんだ。最先端。ああ、うん。DJ。え、シーズです。先輩。おい。誰かのゲストできない。嫌な先輩。シーズの株下げるやんけ。お前いらん動きすな。まだ曲作ってんの。うん。あ、みことは曲も作るんや。アイドルで珍しいですよね。ダンスもして曲も作って。そう。うるせえ。それがいい音圧やった。いいことかはわからないけど、ただやばお前もそっち側かい。ノリノリやないかい。うるるだめ。シチューミットのこと。本当ですか。ありがとうございます。嬉しいわな。おごるよ。客、客に絡まれてる。いいんですか。おいおいおい、やめとけ。日花、本当に最高の場所にしたいの。ナンパされてるやん。日花楽しそうやん。また行ってあげてくださいよ。うん、最高の場所にしたい。ああ、奈落から見える。奈落、あの光の中を。たまに怖いワード出ますね、奈落。遊戯王でしか聞いたことないよ、奈落の落とし穴言うて。みんな使ってた。日花、え、日花コール。やめてください。めちゃくちゃもてはやされてる。
そうなんですか。あ、ウーロン茶なんかちょっと安心したかも。ウーロン茶飲んでたよ。あれ未成年やっけ、ニチカって。バイブス聞こえるよ。そういう人たち。頑張らないで受けるオーディションなんてあるの？おお、チクン。チクン。尖ってんの。まあなんかチーズに乾杯。あ、気づいた？チーズに乾杯。気づいた？どんな感じなの？あ、怖い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 。なんかちょっと怖いな。浮かれてるところ見られた？チーズに乾杯してるとこ見られた？ほらほら、ニチカちゃんどうした？え、でもウーロン茶やろ？お、あ、今見えた。何よ、どうした？ちょい気まずい？確かに、ミコトがニチカのことどう思ってるかみたいな描写が全然ないですよね。そういうのやめなよとかも言わんし。前行こう、前。なーに、ミコトさんはどう思ったんだろう。そういうことですよね。チーズに乾杯言うて。ミコトさん、どう思ったんだろう。この最悪なメンバーのこと。最悪なメンバー、飲んでるメンバーってこと？あー、なんか胸痛いですね。ミコトがどう思ってるか。はい。